あ、こんにちは。まあ、でーす。2本目の動画でこんなに態度でかいことある。膝映ってる。最近青いカラコンにハマってるんですけど、普段つけてるのよりも小さいからさ、ちょっと顔きつく見えるかな。ねえ、そう、聞いてほしいことがあって、ちょ、持ってくるわ。この前 iFace さんからプレゼントをいただいたんですよ。高校生ぐらい初めて iPhone を使い出した時からずっと iFace だから超嬉しいと思って、 iPhone ケースとかこんなにいただいちゃっていいんですかっていうのをたくさんいただいたんですよ。さらに聞いてほしいのはここからで、あれ、なんかおっきいの入ってんだと思って出したら、これベビーストローマグ、飲み口とパッキンが一体、カチッとしまって漏れない蓋、9ヶ月頃から。大人になってこのタイプの水筒を使ってる人ってあんまりいないと思うんですけど、でも単純に可愛い。最初 iFace さん間違えてこれ入れてくれたのかなとか思ったんですけど、iFace さんありがとうございます。ね、なんか今日唇分厚くない？てか、あんま漏れてなくない？ふぅー、待って、あれできんじゃん。ピント合ってますか。YouTuber っぽいですか？よくわかんねえな。最近またちょっと話題になってるこのリードルリップみたいなやつ、これをね、口にぬり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 ってするじゃん。そしたらすっごいヒリヒリするの。これ唇のシワとかをなくすよみたいなやつなんですけど、今まで 2,3 本別のプランパーみたいのを使ってきたんですけど、今のところこれが一番痛くて、あと味がめっちゃ辛い。で、今ここにね、すっごい大きい口内炎ができてて、そういう時にこれ使っちゃうと本当に地獄を見るから、唇荒れてる人はちょっと気をつけて。でもちゃんとパンパンになります。そうじゃん、1年ぶりに YouTube に歌ってみたを投稿したんですよ。たくさん聞いてください。あのね、その動画もだし、この前投稿させていただいた初投稿動画も、思ってた何倍もたくさんの人に見ていただけて、もう最近ハッピーもハッピーで、本当にありがとう。引きこもりで絶対じゃあし、それの私だけの。そういえばネイル見たいって言ってる人多かったな。可愛くないですか？これクマがついてるんですよ。可愛い。てか明日ね、新しいアイシャドウパレットとかが届くんですよ。まだ使ってないけど、多分一軍入りするから、メイク動画とかもね、撮りたいなって思ってる。てかスタバの新しいの飲みたい。この動画さ、いただいた魔法瓶の話してさ、いただいたヘアクリップつけて、いただいたお洋服着てやってる。紐？これは質問動画。質問コーナーか。今度ちゃんと質問コーナーやろうとは思ってるんですけど、ちょっと話足りないから何個か拾おうかな。最近買ってよかったのは、最近ね、小学生ぶりにドラクエ始めた。人生2個目のドラクエです。イエーイ。まだ本当に始めたばっかりだし、時間もあんまり取れてないんだけど、推しモンスターが出てきたらまた報告しようと思います。始めようと思ったきっかけ、大元のインターネットの投稿を始めようと思ったきっかけみたいなのは、いろんなところでお話ししちゃってるんですけど、高校生の時に友達とカラオケに行って歌ってたら、友達が歌うまいし声取るから歌ってみてとかやればって言ってくれて、あの頃そんなに歌は上手くないし、お世辞だったかもしれないけど、でやっぱ小学生の頃からニコニコ動画を見てるからさ、歌ってみただとっていう気持ちになっちゃうわけ。他にも細かい理由とかはたくさんあるんですけど、まあそんな感じ。 YouTube もいろんな理由があって、今この活動一本でありがたいことにご飯を食べさせていただいてるっていうのもあって、日に日にね、応援してくださる方にお金を使っていただいて楽しんでもらうっていう機会がすごく増えて、大先生、それはとっても嬉しいし、皆さん喜んでくださってね、イベントとかもたくさんの方に来ていただけて、本当にハッピー、もうこの上ない幸せっていう感じなんですけど、やっぱり有料コンテンツを増やしていくなら、自分的には無料で見れるコンテンツも同じぐらい増やしたいなっていう気持ちがすごい大きくて、自分のことを応援してくださってる方、みんながお金たくさんあるわけじゃないし、学生さんもたくさんいるしね、 YouTube ってやっぱり尺長く使えるし、あんまりいろいろ気にせずにおしゃべりとかを自由にできたり、やっぱりショート動画とはまた違う幅の広がり方があるから、喜んでもらえるかなと思って始めてみました。まああとは貯金を増やしたいっていうのはありますね。終わりまーす。ということで本日もご視聴ありがとうございました。なんかすごい動画重くなった。なんかすごい動画重い。また次の動画でお会いしましょう。ほんじゃいなー。